まず今現状からまず教えてください。はい。はい、今販路47ぐらいやってます、はい。週どれぐらい？週4日です。4日。はい、であとの変わらずに、はい、変わらず、はい、今まで通りの調教。はい。あからさまに馬変わりました。どういう感じで変わってきましたやっぱり。もう見た目もかなり変わってきましたね最近。あ、こう1週間ぐらいで、まあ、乗ってても分かるぐらい。あ、そうですか。良くなりましたね。なんか2歳のこの時期の馬じゃないような感じですよね。はい、いやだいぶ良くなりました。あ、今まで販路上がって、はい、こう結構息ゼー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 言ってたんですよね。あ、はいはい、まあ、ここ1週間ぐらいでこう成長してあんまり言わなくなってきて、肺の機能が強くなったのかなっていう感じですね。動きもかなり良くなってきて、はいはい、これだったらあの厩舎でもかなり上の方でやっていけそうな。そうですね、はい、強い調教も耐えれそうな雰囲気出てきます。はい、油断したら14切っちゃう。そうっすか。ちょっとこの前14切っちゃって。あら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 すごいですね。扱うのはおとなしいですか、比較的。あ、おとなしいです。うん、これは誰が見たって言いますね。この時にこれでできた、はいはあ、でかすぎるわけでもなく、ね、ちっちゃいわけでもないっていう、はあ、ちょうどいいバランスのいい馬体で、体も重すぎないですし、はいはいはい、この馬にとってはこのぐらいの体がちょうどいいのかな。動きやすいってことなんですかね。はい、動きやすいと思いますね。